まだセフィロスのことどう思ってる？あ、いや、そんなあの中学のノリじゃなくてさ、まあ強いキャラだなって思ってたけど、みんなの評価散々なんだけど、トップ8足元ヤウラと一緒に見てたんよ。いや、 やっぱセフィロス強えよなーって言ってたら、言ったら、いやいや、いやマジ弱いっすよセフィロスなんてってガチジャッキャラっすよ、 DLC2 は普通に強えだろうって言ったら、いやマジあれは DLC2 の恥さらしとか言ってて、ヤウラがなんかセフィロス1900までズマメイトでやってたらしくて、それの結果めちゃめちゃ弱いらしい。やることは単調だが、単調でいいじゃん、あの動き的に。俺の認識がめちゃめちゃ間違っている可能性がある。てかまあ別にクソ強えとかではないが、弱くはないよな実際セフィロスで誰も結果出してない気が、別にツイークとかケンさんとか使ってるし。てかこれ毎回思うけど、お前らの結果出してないの幅割と厳しすぎトップ8常連じゃないですよねみたいな、めちゃめちゃお前ら厳しいなって思い始めてきました。ふん、その程度の結果では認められん。うそ、俺がプレゼンするわ。お前らセフィロス参戦した時めちゃめちゃオーマイガー言ってたのに、いやもう何もできませんこれに。ホミヒカは別かもしれん、もっと強いやつ来たから。いやもう完璧ですよこれ、何もできませんから。腹筋も強い、まあ、強くはないが、あ、ちょっと無理かも、あ、ちょ無理かも。まあ羽は生えますから、でかくて軽いのがね、そんなもう撃墜されませんから、こいつ撃墜されないわ。嘘かも。いやもうこれもう崖が強い。もうこれやってるだけで何も起きませんから。あ、起きましたね。痛い、ちょっと、これは軽いですけど、てかまあ早いキャラはまああれだけどさ、てかこれやってるだけでもう無理だろう。こいつは足速すぎてあれだけど、俺たちのそのセフィめちゃくちゃポジってますよそうなの、やっぱゆずさんと考え合ってたわ。ガーキャンとかはまあ弱いけどさ、まあ、ガーキャンの展開になるかと。密着はまあ確かに弱いが、密着しないもんこいつ。こうやってね、もう空母振ってるだけですよ。振ってるだけで圧力かけれるんだから。いやもうほんと、もうこういう、もうこれよ、崖がもう強すぎるわ。もうこうやって、まず足速いですから。でももうこれもう最強ですから。崖待ちもできます。いてててて、最強キャラやん。いや最強キャラやん。いや最強は持ったけど、すげえ詰めてくるホムヒカとかはちょっと面倒いなとは思うけど、そんなキャラばっかじゃないですから。みんなのセフィロスのこき下ろされ具合がやばすぎて、めちゃめちゃ物申したかったんや俺。もうほら、舐められすぎやんじゃない？マジでセフィロス。一歩だとロイとかのガン読み横様に破壊されてるイメージ。まあ足速いキャラちょっと面倒いかもな。ただやっぱ足速いやつらばっかじゃないからさ、間合い詰められやすい。まあ足速いキャラまあもちろん詰められやすくはあるが、なんでこいつらセフィロスに対してディスりがあるんだ。こいつだけでなんとかできる性能はしてないと思うが、弱くはないだろう。このキャラガオガエンに勝てるのめちゃめちゃ勝てそうじゃないマジで僕はド素人なんで、ただこのド素人の空母でもめちゃめちゃ圧力があるわけ。セフィロス極めて早数年の人の空母ならどうでしょうかっていう話ですよね。同じ理由でベレトも弱いって言われると、まあ、ベレトは一応ガーキャンクーエヌが強すぎる。そのガーキャンがマジで頼もしすぎるから、まあ足は遅いっていうちょっと欠点はあるじゃないの。セフィロスはもう運動性能ピカイチですから、3回もジャンプできるし、はびこるセフィロス弱い理論に勝つ。
翼生えても何かしてる。まあまあまあ、難しくはある。難しくはあると思う。弱いって言った人はどこに弱さを感じてるんだろう。まあ普通にダッシュガードで近づいたらすぐ近づけるみたいな言ってましたけど、それも読み合い、結構読み合い制さなきゃ無理なような。セフィロスに追いつけるキャラじゃないと意味ないよな。足速いやつが持ってるのは小学生の。リトルマック大好きじゃんみんな。そいつは最強。ダッシュ？それほらもう、ゆずさんと俺だけ。セフィロスの魅力に気づいてんの。お前ら遅れすぎ。俺たちもう来てるけど、ここまで。まだ、そこっすか。まあちょっとベレトももちろん強いが、また明日来てください。本物のセフィロスをお見せしますよ。じゃあお前が使えよっていうのはありますけど、相手目線で考えてるぐらいクソ強かったんだ。ベレトだ、お帰りなさいです。ベレスです。許せなかった、その間違いが。声でか、すいません、やっぱ声を上げていかなきゃいけなかったんで。ベレト、ベレスギルド、いや俺がね、俺も一番間違える。めちゃめちゃみんなに怒られてる。ベレスのこと、ベレトはさって言って、ベレトスって俺あんま言いたくないな。3文字って結構美しいなって思うから。マルキナ嫌じゃね。マルキナ、ナルトスみたいで嫌じゃない。トルマクよりもリトマクは嫌だ。トルマクは危ねえ。今日はセフィロスより強そう。俺ベレスよりセフィロスの方が強いと思ってんだけど、足遅いじゃないですか。いや、もちろんガーキャンは強いけど、でも役割はかぶ、あの、同じだけど違うみたいな、剣と竜みたいなもん、ベレスとセフィロスって。正しい。ゆずさんと考えが合いすぎて、割と肉弾強いくて、足速いやつに対しては、ちょっとベレスの方がいいかもしれんけど、基本セフィロスの方がいいと思うんだよな。っていう、僕の考えは、どうでしょうか。セフィロス軽いからな。いや軽いよ、もうそんなんだったらもうゲッチだって軽いし、ティブだって軽いわ。もうこれ、もうこの、もう躍動してます。これどうすか、これこの壁。ステア軽い、いや スティーブも軽いよ。痛い、なんか楽しい。でも俺は別に空への評価してるわけではないんだ。これなんで軽いんだろうです。まあでもこいつ重かったらめちゃめちゃ強いから。こいつ重かったら明らかにやばいと思う。これ俺のが悪い、俺が悪いね。よいしょ、これ俺が悪い、まあ、俺が悪いか。オッケーでーす。俺ネス使いだから手榴弾さばけないよな。俺タキャラです。スネグと対戦するとき何していいかわからん。ズルしてっからさ。マジわからんのよ。はい、軽いです。まあこれは仕方がないと言えるよな。まあでもスネグに対してスネグはちょっとあのあれですからね、切れちゃうんで、あの手榴弾が。スネグも強いですからね、もちろん。ロフレア使う時間がない。NB も横ビーム関しても意外とそんなに早く打てんから、ちょっと微妙。てかこいつに関してはちょっと あまり空母が当たらん、しゃがむんで。横ビーは強く、なんかそんなにみんな出してないじゃん、そんなピンピン。なんか割と適当に出してたら結構後すき駆られるというか。助けて。はい。うおー、そう、こういう感じ。スネークはあんま空母に引っかからんから、あんまりセフィロスの持ち味は活かせんわ。ああ、しゃがむしな。俺のやりたいワールドは展開できん。こいつリーチ長すぎて手榴弾結構対処できるわ。これね、セフィロスの利点。これ、崖も2回捕まってもなんのその。じゃない、もうここでもこの上スマがめちゃめちゃ弱い。なんなら見れるらしい。俺はそんなことないと思うが。あんまり強くないの証明らしい。範囲広いぞこれ、わかるか。セフィロスは強いんだが、その分下スマもバグってるし。下スマあんま使わんな俺。リュカの上スマみたいなもんだと思っている。そのブッパーせい、そんな当たってる印象ないんじゃが。これでしょ、当たったけどね。まあでもさすがに撃墜はせんわ。いやこれよ、これよ、今
だって今の空母当たんなくても別に俺死ななかったもん。これの安心感。撃墜っていうのはね、リスクなきゃいけないの。すごいことするんだから、自分が有利にならなきゃいけないんだから。安全圏から行けるってどうよと。スケベじゃろ。スケベじゃろこれ、うん、これよ。一生崖で、崖にいればいい。そしてこいつに関してはめちゃめちゃ舐めた脱出つかみが強い。なんかセフィ使うとする人はそうして麺使う気がする。まあでも麺は麺で、そのいや復帰が弱いじゃない。ちょっと復帰が脆いところあるから、使いやすさっつったらセフィロスの方が使いやすいと思うけどね。うわぁって思いますけど、どうですか。まあ確かに単調ではある、このキャラクターは。君がいいならいいんじゃないかな。やめてそう大人の対応。白黒はっきりつけたいんだ俺は。ハブに置こうか。でも俺セフィロスのことあんま知らん。あんまりセフィロスのことそんな掘り下げられなくない。なんか最近出たやつで、なんかセフィロス編みたいな、若きセフィロスみたいなの出てたってのは知ってるけど、あんまセフィロスにキャラとして魅力感じんよね。いや、いや FSM 長いんだもん。セフィロスという男に熱を上げることがない。セフィロススコカと言われると、別にクラウドの方がまあ魅力はあるな。まあ、FF7 やったらそうなるのは当たり前だが。さっきのせいの対戦は所詮自滅したから偽物かと思いました。いや、自滅じゃなくてあなたに倒されたんですよ。何言ってんだ。ありがとうございました。おめえのすげえプレイに倒されたんだっつーの。あんま言わせんなって。